神戸改正女子学院大学は、兵庫県神戸市名田区青谷町2-7-1日本部を、奥日本の私立大学である。1965年に設置された、法学院延防ローマカトリック系の私立大学である。設立母体は1859年に、例のアンティエによって、フランスのブルゴーニュ地域県、ソーヌイコールエイコールロワール県書ファイユで創立された。 ローマカトリック教会の女子修道会、諸イユの幼きイエズス修道会。現在の経営母体は、1877年に創立されて、イタリアの首都、ローマに本部を構えるローマカトリック教会の女子、修道会、マリアの宣教者、フランシスコ修道会である。神戸改正女子学院大学は、真理と愛に生きるというキリスト教的価値観に基づき、人を支え、 社会に奉仕する女性の育成を目指す。を、見学の精神として掲げている。日本の他の聖母マリアを信仰するカトリック系学校にも多く見られる。改正の名は、聖母、マリアの別称の一つである海の星の聖母から来ている。そのため、大学名の英語名称の神戸改正カレッジよりも、ラテン語のステラ、マリスの方が広く使われている。大学生門と、 聖堂神戸改星女子学院小学校、神戸改星女子学院中学校、高等学校が同一キャンパス内にある。大学施設は本館と二号館、図書館がある。また、敷地内には公道や聖堂もあり、これらは他の学校と共用している。ステラマリスフェスティバルと称する。例年10月下旬の週末に1日だけ開かれる。行事だけでなく、 模擬店もすべて校舎内で行われる完全全、天候型の大学祭となっている。ありがとうございます。